どうも、くまです。さあ、第4週目ということで、ついにコラボ社員全員の採用ピックアップが来ました。ということで、本日6月23日、やっていきましょう。で、狙い目は、何を狙ってこうかな。めぐみん狙おうかなと思ってます。めぐみんごっとつ狙おうかな。あとね、新しく、このすばシュワシュワ登場というところで、まあ甘酒の上位互換なのかなと思うんですが、コラボ社員の履歴書がとても届きやすくなる採用アイテムということで、まあこれもね、あの交換所に追加されております。で、私はまだね、ちょっとメダルが足りなかったんですよね。なんで全部は交換してませんが、残り1個のところまで交換してます。そして、妖精の甘酒、これもね復活してますので、ぜひ取り忘れのないように。まあ私はちょっとこのタイミングでもう引いちゃおうかなと思います。よろしくお願いします。じゃあ今のまずコラボキャラの、まあ星5だけですが、状況をご説明します。まずダクネス1凸は完了しております。そしてアクア、これ無凸なんすよね。アクアがまだ無凸だから、今回アクア出てくれればまた女神ポストもらえるんで、ワンチャンあるかなと思っております。そしてメグミン、メグミンは2凸まで来ている。あと3つやってこう。さあ勝負の時間だ。でこれでまずはポストだね。ポストを5分間だね。行きましょう。行こう。いやー頑張るぞ。社長、新しい履歴書が届いてるよ。この中から一人だけ選ぶ。この人を採用するの。なんか最初星4ラッシュが来るんだよな。さあ行くぞ。採用したね。シュワシュワ使っていくぞ。社長、さあ今回かなりアイテムを集めてきた。なんだこれ。この人を採用する。ポスト乗らないのこれ。魔導士フリシア採用決定。え、マジ。今回採用した人はシュワシュワってポスト乗らないの。なんだこれ。この中からこの人、全然いいアイテムじゃねえじゃねえか。マジかよ。え、すごい人を採用したね。そうなんだ。さすが社長。そうなんだ。あ、でもなんか来たな。メグミン来た。これで3凸完了。我が名はメグミン。オッケーオッケーオッケー。すごい人を採用したね。さすが社長。この人を採用する。いやまだだまだだ。これで3凸か、メグミン。すごい人を採用したね。さすが社長。いけるいけるいける。お、この中からアクア来た。オッケー、これで女神ポストまたもらえるぞ。オッケーオッケーオッケー。シュワシュワなかなかいいな。この中、ユンユンか。ユンユンはいらないな。まあ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 、とつるけど。すごい人を採用したね。さあシュワシュワが残り少なくなる。てかポスト使わなくてよかったな。これポスト乗らないのか、効果が。知らんかった。すごい人を採用したね。まあ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 、甘酒もあるからね。このいやいまいちだな。いまいちじゃね。すごい人を採用した。まあでも星5 2体引けてる時点でいまいちではないのか。この中この人を採用するの。なんだ、ちょっともうちょっと違う感じなのかなと思ったら違いましたね。まあ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 、甘酒使っていきましょう。この中から一人だ。この人を採用するの。さあめぐみん、あと2体来るかどうか。めぐみん2体来るとついに貫突。この中からこの人を採用するの。私はレン。まだ戦う。すごい人を採用したね。さすが社長。この中から一人だけこの人を採用するの。エロニカ結構来るね。エロニカローゼンよ。すごい人を採用したね。さすが社長。さあめぐみん来い。来ないね。この中からこの人を採用するの。よろしくお願いします。これ使い切れるかな、ね、アイテム。またこれ使い切れないパターンじゃん。大丈夫か。お、この中から一人だけ選んでね。この人を採用するの。こんにちは。ウィズは残念だ。すごい人を採用したね。いやでもシュワシュワがポスト乗らないのはちょっと謎だな。この中から一人だけこの人を採用するの。ベロニカ。さあガンガン引いてくよ。すごい人を採用したね。さすが。まだ戦えるはず。まだ戦えるな、時間的には。この中からこの人を採用するの。レベルです。すごい人を採用したね。さすが社長。
この中から一人だけこの人を採用する。うーん、ユンユンがいらんのだよな。ユンユンワンチャンごとついけんじゃねえか。お、この中から一人だけ選んでね。この人全然知らないキャラだ。ロッサナと申します。いつの間に追加されたくんだから。すごい人を採用したね。さすが社長。この中から一人だけ選んでね。この人を採用するの？アニエスバリエだ。ああ、すごい人を採用したね。さすが社長。うーん、厳しいね、監督はやっぱり。この中から一人、この人を採用するの？そしてなんかいい星5も、特にミュウが出なかったので、すごい人を採用したね。まあ、課金してるわけじゃないんでね。無課金で、ここまで来てるんでいいんですけど。一人だけ、この人を採用するの？まあ、しょうがない。ということで、社長早い。社員採用でございました。全一。結果見てみましょう。まあ、星5だけ見てみると、入社順にして、まあ、最初の方に出たかな。アクア、そしてメグミンが1体ずつと、いう結果に終わりました。まあ、またね、これでアクア嫁れば、また女神のポストもらえるんで、今度こそ6月28日かな。最後の、社員採用やっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。